光と影。あなたはこの言葉から何を連想しますか？ひょっとしたら人生を連想したかもしれませんよね。いいこともあれば悪いこともある。光と影。今回はその作風のみならず、人生でたくさんの光と影を抱えた人物、紹介したいと思います。イタリアのカラバッチョです。このカラバッチョ、ブレイクするのに時代が味方をしました。神父様、由々しき時代です。何事だ？プロテスタントの台頭で、カトリック信者、減りに減っております。お布施も激減です。お布施が激減？それはまずい。夜遊びに行けぬではないか。大丈夫ですか？うん。カトリック、クレーム、大丈夫ですか？フィクション、フィクションだからな。な。ああ、では私めも夜遊びをならぬ。お主はプラチナ会員になってからじゃ。ああ、ムカつくな。俺はマルティン・ルターだろ、宗教改革ってやつだろ。ああ、プロテスタントに負けないように、信者をたくさん獲得せねば、あ、海外へも布教するぞ。は。映え。映えじゃん。映えですか？そう。ほら、インスタ映えとか、ああ、キリスト映え、あ、アイキャッチだよ。な、宗教が絵だったら、言葉必要ないだろ。ああ、ちょっと何を言ってるか分かりませんけど、あ、でも宗教画でしたら、あ、我々ボッティチェリやラファエロなど美目秀麗な絵たくさんあるじゃありませんか。違う違う、もっとこう本物の人の心をぐっと掴み取るような生々しいのが欲しいの。それでしたら紹介したい画家がおります。ただしトップとして覚悟は終わりか？覚悟？その画家、画家としての名声よりもローマ警察の犯罪記録の方が多いという悪名高き画家。もしキャッツが問題を起こしたら、コンプライアンス的に世間にお詫びをするのはトップの責務。その覚悟、終わりか？背に腹は変えられぬ。毒を食らわば皿まで。清濁合わせのぼうぞ。して、その者の名は、カラバッチョ。そうなんです、カラバッチョ。ちっちゃな頃から悪ガキで、15で不良と呼ばれて、悪そうな奴は大体友達で、切れたナイフで、ビーバップハイスクール入学、スズラン高校出身のアウトレージな男だったんです。ところが、絵は、すごい。光と影が凄まじい。生々しい。初めての教会からの仕事、カラバッチョはこんな作品を描いたのでした。じゃあ聖マタイの証明です。これはイエス・キリストが俗人だったマタイに対し、You、俺についてきなよって言った場面なんです。見てください。映画のワンシーンのように光と影が凄まじい。そして生々しい。この作品でカラバッチョ大ブレイク。絵を描き上げたカラバッチョはいつも脳内エンドルフィン出まくり、興奮しまくり、アドレナリン出まくりということで、剣を携え部下を従い夜の街を練り歩きます。キャー、カラバッチョ様、カラバッチョ様、素敵。ドケドケー、天才画家カラバッチョ様のお通りだい、ドケドケー、なんて手下が三下がいたかどうかは知りませんが、カラバッチョ、俺の絵はすごい。俺のバッグにはキリスト教が、イエス・キリストがついてんだ。イエスなんて感じで肩で風を切り歩いてたのでした。光が強ければその分影も濃い。そしてその影は突然やってきます。なんじゃこれは、やっちまった。そうなんです、ついに一線を越えたカラバッチョ、人を殺めてしまったんです。大丈夫、俺の絵はすごい。ローマ教皇がついてる、キリスト教がついてる、イエスキリスト教がついてる。
もみ消してもらうぞ。ほとぼりが冷めるまで隠れるぞ。イエス。逃亡するカラバッチョ。ケーブル、カラバッチョの足取りはつかめたか？所長、バッチリです。カラバッチョ、逃げるごとに絵を売っては逃げ、絵を売っては逃げ、もうまるで Google マップのピン止めみたいにバッチリ足取り明確です。そうなんです、カラバッチョ人気がありすぎてみんなカラバッチョで買っちゃった、カラバッチョ映えみたいな感じで目立っちゃうんです。最後の手段、ローマへ行って恩赦を受け取ろうということで船に乗り込みました。ところが船の上で病気に。俺の絵はすごい、俺の絵はすごい、キリスト教に何とかしてもらうんだ、イエス、キリストがついてんだ、イエス。ノー。思いも虚しく、カラバッチョ船の上で帰らぬ人に。絵の具の中に入っている鉛が原因で鉛中毒となったのでした。絵の具が彼の命を奪ったのでした。影で終わったと見えた彼の人生をまた光のもとに連れ戻したのはやはり彼の絵でした。彼の功績が称えられ、冒頭で示した通り10万リラの紙幣に乗ることに。これだけ光と影のある人生、他にはなかなかいないんじゃないでしょうか。レンブラントやルーベンスといった後世の画家に影響を与え、世が世なら映画監督をしていたであろうというカラバッチョ。あなたは彼の人生に光を見ましたか、影を見ましたか。それは切り取り方や見方によって違ってくると思います。ぜひ美術館でカラバッチョの作品生で見て、光か影か確認してみてください。イエス、キリスト教って言っちゃった。いいよね、いいよね、いいよね。じゃじゃーん、メイキングです。はい、私が一番好きなカラバッチョの絵はこのホロフェルネスの首を切るユディト。ねえ、もうこのユディトちゃん可愛いの、ほんとね。いろんな人たちがユディトちゃん描いて、ユディトちゃんって気持ち悪いですけどね、おっさんがね、ユディトを描いてるんですけども、こんだけね、切ってる途中の絵を描いたのはカラバッチョだけ。しかもね、これ見てください。もうね、困ったちゃんの顔してますよ、どうするの。横でね、こうなんか老婆がね、やるんじゃ、やるんじゃ、なんてこう言ってる、この生々しさが出てますよね。これ大好きなんです。そしてもう一つ、ね、船に乗って、こう、恩赦を受けにとか、いただきに行くところでね、きっとね、スポンサーみたいなカラバッチョでも、カラバッチョのこと嫌いでもお金持ってるなんてやつがいたんでしょうね。これゴリアテの首を持つダビデっていう絵をカラバッチョが描いたんですけどもね、この首ね、これね、カラバッチョ自身なんですよね。自分がこれだけもうこんな状態になってもいいので許してくださいと。だからカラバッチョ嫌いな人はこれもう最高ですよね。今かなんかに飾って、ムカつくカラバッチョの生首だみたいな感じで、酒の魚にいいのみたいな感じで、こう、やれちゃうわけですよ。それぐらい、でもね、絵を絵さえ描けばなんとかなるという自信があったカラバッチョ。すごい自信ですよね。うん。でも残念ですね。絵の具に入ってる鉛中毒っていうのは、この、当時の絵描きさんの職業病だったみたいですね。皮肉なもんですね。絵に助けられて、絵の具に命を奪われるという、この光と影の織りなすね。どうぞぜひ美術館で見てもらいたいなと思います。イエス・キリスト教でした。